さ。月明かりだけが差す夜の森にコウモリが舞う。沖縄本島から東に400キロを隔てた離島、南大東島に生息する大東オオコウモリである。超音波を出して虫を食べる小型のコウモリとは異なり、果実や花の蜜を食べる植物食のオオコウモリはほとんどの種が超音波を出さない。その代わりにオオコウモリは優れた視力と嗅覚を持っている。オオコウモリの目は猫やクマと同じように顔の前面に並び、物を立体的に見ることができるようになっている。さらにオオコウモリの視神経は、視野の右側は左の脳、左側は右の脳で情報処理する構造になっているため、奥行きを素早く探知する。このような複雑な視神経を有するのは霊長類とヒヨケザル、そしてオオコウモリだけである。オオコウモリは数百メートル先の1グラムの果実が発する匂いも嗅ぎ当てると言われている。大きく突き出た鼻はこの能力を最大限に生かす形なのだ。優れた視力と嗅覚、情報処理能力を生かしたオオコウモリはまさに空飛ぶセンサなのだ。オオコウモリは通常日中は微老などの葉の陰に隠れて休息をとる。目の構造は夜の活動に特化しているわけではないのだが、それでも主に夜活動するのは猛禽類などの攻撃から身を守るためと、体温の上昇を防ぐためと考えられている。南大東島の北には10キロを隔てて北大東島が浮かぶ。北大東島にも大東オオコウモリは生息しており、2つの島を行き来する個体も確認されている。ではオオコウモリはどれほどの距離を移動できるのだろうか。オオコウモリの仲間はアフリカからポリネシアに分布するが、日本付近にはマリアナオオコウモリに近い種である小笠原オオコウモリと首輪オオコウモリが生息する。また首輪オオコウモリは大東、エラブ、オリイ、八重山、台湾の5つの亜種に分類される。これらの亜種は見かけも大きく異なり、生息地が分かれてからかなりの時間が経っていることがうかがわれる。こういった種の分化の程度や島々の地質学的な距離から、オオコウモリの飛翔能力は連続100キロを超えることはないと推測されるのだ。では大東オオコウモリはいつこの絶海の孤島に移り住んだのだろうか。およそ5000万年もの間、大東諸島は他の島と陸続きになったことが一度もない。
大東オオコウモリがこの島に渡り、この島で独自の進化を遂げたこと、それこそが自然を図り、自然環境に適応して世代を重ねる生物の持つ驚異的な力の証と言えるかもしれない。人類にはこれほどまでに自然を測るセンサはない。しかし人類には分析力という種を超えた力がある。その分析力で自然を測り、多様で美しい地球の姿を守ること、それが人類に与えられた使命と言えるだろう。ハイテクの一歩先に、いつも堀場製作所。